それでは、これから経済学部の学部説明会を開始いたします。私は経済学部の副研究課長を務めております、粕谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。こちらに写っている写真が経済学部の建物です。左半分がですね、2017年に竣工した新しい建物になっています。この写真の後ろに見えるのが経済学部の建物で、東大の赤門のすぐ近くにあります。経済学部は1919年に法科大学より分離して成立したもので、昨年100周年を迎えました。当初、経済学科、商業学科がありましたが、62年に経営学科に改称し、2007年には金融学科が設置されています。経済の専門知識を備えた人材の社会的ニーズが高まっていますけれども、優れた研究スタッフと設備を持って、日本で最も優れた経済学教育を提供している経済学部の存在意義は、今後ますます高まっていくと思われます。こちらが経済学部の施設になります。左上がですね、17年に竣工した新しい建物の教室ですけれども、いろんな最新鋭の設備が整っています。左下は演習室ですが、後でお話します通り、経済は少人数教育に力を入れていますが、ここで行われているわけです。で、右上の写真が経済学部の図書館ということで、85万冊の図書や雑誌を所蔵しております。その他、世界的にも珍しい経済学の父のアダム・スミスに関する文献を所蔵していたり、江戸時代の古貨幣や藩札なども収蔵しています。また、2020年前半はオンラインで授業が行われましたが、雑誌や書籍などのオンラインでの提供にも力を入れています。で、経済学部には今申し上げました通り、3つの学科、経済学科、経営学科、金融学科があります。経済学科ではですね、経済全体の仕組みを国際的な視点からですね、分析するということを目的としています。で、経営学科はですね、経済を構成する非常に重要なアクターである企業の活動を中心に勉強する、こういう学科になっています。これに対して金融学科はですね、資産運用とか金融商品の開発、あるいはですね、中央銀行とか財務省、金融庁による金融規制、それから金融のシステムをどのようにデザインしたらいいのかといったようなものについて勉強する学科になっています。経済学のアプローチには、大きく5つのアプローチがあります。で、1つ目は近代経済学と言われているものですが、近代経済学の中に大きく言って、ミクロ経済学とマクロ経済学があります。ミクロ経済学は家計ですとか企業ですとか政府といった個々の経済の主体の動きをですね、分析することに重点が置かれます。これに対してマクロ経済学はですね、一国の経済全体、あるいは世界経済全体の動きを総合して分析するという資格を取っています。で、次の統計学はですね、応用数学の手法を用いてデータを分析するということになっていて、最近皆さんもビッグデータという言葉を聞いたことがあると思いますが、多くのデータを分析するには統計的な手法を欠かすことはできません。3番目は経済史ということになりまして、過去の歴史を分析するということになっています。経済は物理や化学と違って実験をすることができません。ですから、ある政策を用いたり、ある経済的なショックが加わったときに、経済がどのように反応するのかということを実験することはできませんが、それを過去の歴史で見てみて、実際そういう政策やショックがどういう影響をもたらしたのかということを考察するわけです。経営はですね、企業行動の分析することに、集中していますし、数量ファイナンスはですね、統計的な手法を使って金融分析を行います。
株価などの分析も行うわけです。で、主に最初の3つが経済学科で主に使われる手法、4つ目が経営学科、そして5つ目がですね、金融学科で主に使われる手法になりますが、もちろんいろいろオーバーラップしているわけです。これから経済学部のカリキュラムについて説明いたしますが、まず何といっても経済学部の特徴は、東大の特徴でもある4学期制を文系の中では最も真剣に採用しているということです。4から5月のターム、6から7月のターム、10から11月のターム、12から1月の2ヶ月ごとのタームを行っています。そしてこの間に週2回の授業を行って2単位という単位を授与することになっています。そして80単位が経済学部を卒業するのに必要な単位になっています。経済学部の授業の体系は主に3階建てになっています。1階の一番基礎にあるのが経済、経営、金融の全学科の共通する、選択必修の科目になっている専門科目1で、これは駒場にいる2年後半から本郷にやってきた3年の最初のタームで提供されます。ミクロ経済学1、2、マクロ経済学1、2、統計1、2、経営、ファイナンス、ゲーム理論、会計、経済史1、2からなっています。2階の建物は学科別の選択必修になっていて、専門科目2が経済学科、3が経営学科、4が金融学科になっています。これは本郷に来た3年生から4年生の間に勉強することになります。専門科目2には金融、財政、都市経済、近代日本経済史などがあります。専門科目3は国際経営や技術経営、経営戦略などの科目になります。そして専門科目4はデリバティブ、保険数理、経営財務などの科目になります。そして一番最後の応用的な科目が選択科目になっています。専門科目2に金融1というのがありますが、これは基本的な内容を教えるもので、より進んだ内容を教えるのが金融2ということで選択科目になっています。それぞれ1のついた科目には、それに対応する2の科目があります。このほか民法、商法などの法学系の科目も提供されていますし、あるいは学者だけではなくですね、企業に勤めている人たちが実際に企業とか産業でどういうことが行われているのかについて大学にお招きして、その企業や産業の状況を話しいただく産業事情などのですね、実践的な科目も提供されています。これらは主に教室で、大きな教室で与えられている授業科目になりますが、経済では演習、少人数講義、プロアクティブラーニングセミナーといった少人数講義にも力を入れています。そして最後に4年生ではですね、卒業論文を執筆して、今までの総まとめを行うことになっています。卒業論文は必修ではありませんが、なるべく書くことが推奨されているという科目になります。で、経済学部の何といっても売りはですね、少人数教育に力を入れているということです。で、大教室の授業はインタラクティブにやることに努めておりますけれども、どうしても人数が多いので、発信について十分ではありません。で、これをゼミでですね、発信型の教育を行ってディベートに負けない力を養うということを狙っています。そしてその発表を行う中で講義で習った知識を自分で組み立てて使うことになります。そのことで、ああ講義で言っていたことはこういうことだったのかという講義の理解も深まることになります。で、これを卒業論文にすると2万字を書く中でですね、およそ。自分の理解はさらに深まっていくということになります。演習は週1回で4単位が与えられますが、1年間で8単位、大学期間中16単位が履修が認められますので、複数の先生の演習に参加することが可能になります。少人数講義は半年で2単位が与えられますけれども、こちらは
履修単位の制限がありません。演習は本郷での学生さんの居場所になっていることが多くて、ゼミの内容を補充するためのサブゼミも行われていますし、先生も交えたコンパ、あるいはですね、夏などに泊まりがけで行うゼミ合宿なども行われています。今年はコロナの影響で、コンパはズーム開催にならざるを得ませんでしたし、ゼミ合宿は実施することができませんでした。このほか、OB や OG との交換会や学生主催のゼミ対抗のフットサル大会なども行われているわけですけれども、こちらもコロナの影響で今年はどうなるか実施が危ぶまれているという状況です。以上の演習でもですね、発信に力を入れているんですけれども、プロアクティブラーニングセミナーというのは、さらに学生の自主性を尊重するということになっていまして、学生がこういうことについて自ら研究したいのだということを選んでですね、仲間と一緒にテーマを提出いたします。そしてそこで研究会やディベートなどを行います。で、先生はあくまで監督役として参加してですね、学生が提出したレポートなどをですね、見て、一生懸命やったねということで、それについて単位を与えるという仕組みになっています。ですから、ゼミよりもさらに学生の自主性が養われるということになっています。このプロアクティブラーニングセミナーは、半年で2単位が与えられまして、在学期間中に4単位まで、2つまでプロアクティブラーニングセミナーを履修することが可能になっています。こちらも非常にインタラクティブなものですので、2020年度は前半は実施できずですね、後半はオンラインで実施することになっています。それでは、経済学部に学ぶときに東大で入学した後の進学の流れについてご説明します。まず前半の2年間、駒場で教養課程でみっちり勉強していただきます。経済に来る人は主に文2からですが、それ以外の科類からも全科類から進学することが可能になっています。そして本郷で2年間学んで卒業ということになりますが、卒業した後は就職する人と大学院に進学する人に分かれます。で、まず下の就職の方を見ていただきますと、公務員や金融、製造業、コンサル、非常に広範な業種のところに就職していただいております。そして一番上の進学する人35名ということで、約1割ぐらいがですね、大学院に進学します。で、そこで与えられているのが、東大の大学院経済学研究科というものがあります。で、経済学部からは、今年19名が経済学部の大学院に進みましたが、その他の大学院に進学した人もいたわけです。で、経済の大学院の方から見ますと、経済学部から進学する人に加えて、国内の他の大学、あるいは海外の大学から多くの学生さんが東大の経済の大学院に進んでいます。で、経済学部では4年生の期間と大学院の1年間を使って修士の内容を勉強する卓越プログラムというプログラムを用意しています。ですから修士号を大学院に入った1年だけで取得ができると、こういう非常に大学院で勉強しやすい仕組みも整えられています。で、大学院の修士課程を2年間で修了した後はどうなるかというと、半分以上の人が社会に出ていきますが、さらにその一部の人は博士課程に進学していくということになります。で、博士課程は東大の大学院経済学研究科の博士課程に進む人もいますが、経済学ではですね、海外の有名なハーバードですとかスタンフォードなどの有名な大学院の博士課程に入学していく人も非常に多いわけです。そして博士課程を出た後はですね、研究者になるわけですけれども、例えば国際機関などに就職する場合にも博士号を持って就職することが非常に多いわけであります。
で、このほか経済学部では学部在学中の海外留学にも力を入れています。4学期制でタームが小さくなっていますので、海外の大学が9月から始まることが多いわけですけれども、それに非常に合わせやすいというところが経済学部の特徴で、海外に留学する人も最近増加しています。で、交流協定によって学生が海外に出ていきますと、東大の学費を納めるだけで海外の学費を納めずに済むことができ、なおかつ留学先で取得した単位を、経済学部の単位に認定することができます。ですから、4年間東大にいただけで海外に留学して、それで4年間で卒業することができます。で、このほか、休学して海外に就学する人がいますが、その方々は東大の学費を納めず、休学してしまいますので、4年で卒業することはできず、余計にかかっているということになります。で、このほか海外の留学としてはですね、先ほど申し上げました通り、海外の博士課程に、経済の修士課程まで学んで留学する人もいますし、さらにはですね、学部を卒業した後、企業や官庁に就職して、その派遣制度を利用してビジネススクールに留学する人もいます。また、退職して自分のお金で海外のビジネススクールに留学する人もいるわけです。で、どのくらいの人数が出ているのかを2019年の実績で見てみますと、経済学部の協定で派遣された人、大学の協定で派遣された人がいますが、オーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダといった英語圏の大学が多いですけれども、非英語圏のヨーロッパやアジアの大学へもですね、英語で授業される大学が非常に多いものですから、たくさんの人が、派遣されています。で、ただし今年は新型コロナウイルスの感染の影響で、2020年3月までに全員が帰国せざるを得ませんでした。また今年の春からの秋にかけての派遣も中止となっています。大変残念です。このようにコロナウイルス、COVID-19 でですね、大学の暮らしは一変しました。これを経済学部で見てみますと、3月16日にですね、Zoom で授業を行う方針が示されました。私もその時、Zoom っていうのは一回も使ったことがなかったわけです。で、25日には、Zoom の説明会が経済学部で開催されまして、多くの先生が参加し、ここで Zoom の使い方を習いました。それから1週間とちょっと経った4月の3日にはですね、すべての授業が Zoom オンラインソフトでですね、行われるようになったわけです。インターネット環境のない学生さんには、Wi-Fi 機器の対応も実施されました。演習は5月末までですね、インタラクティブなので、Zoom では無理だろうということで実施していなかったんですが、6月より Zoom で実施されました。で、5月末のテストはですね、7月に延期しましたが、結局対面では実施できず、オンラインテストやレポートに振り返られています。で、学生さんはこの間、登校は禁止ということになり、部活動、サークル活動も禁止されました。アルバイトの機会も激減し、本当に巣ごもりになったわけで、海外にいた人も全員帰国ということになったわけです。9月下旬から始まる学期はですね、一部を対面で実施する予定になっています。で、このようにコロナは大学に大きな影響を与えましたが、日本経済全体にもですね、非常に大きな打撃を与えて、生産と消費が急速に落ち込み、経済活動が低下したわけです。オフィスや工場での活動レベルは低下しましたし、外食や旅行などは壊滅的な打撃を受けました。またイベントの中止も相次ぎ、博物館や美術館なども中止状態に追い込まれたわけです。で、この結果、一国全体の付加価値である GDP、これも大きく落ち込んだわけでありまして、この落ち込みをなんとかリカバーしようと、政府の経済対策が発動されたわけです。2007年から9年にかけて、リーマンショックというのが日本を襲って、世界を襲ったわけです。
この時は50年から100年に一度のショックだと言われたわけですが、今回のコロナによる経済の落ち込みはリーマンショックの時を超えている非常に大きな落ち込みになっています。それでもですね、日本の落ち込みはコロナの影響がより深刻であったイギリス、スペインなどのヨーロッパやアメリカなどよりは、まあ、若干軽微になっています。そして、コロナの震源地だった中国はいち早くプラスの成長に転じていますし、コロナの封じ込めがうまくいった韓国も経済の落ち込みや軽微にとどまっています。そして財政出動が行われまして、このように財政規模が非常に大きくなりました。これはコロナ対策の経済対策が進んだからです。もともと日本の財政は社会保障関連の支出が大きくなって赤字基調だったわけですが、その赤字は大きく膨らむことになったわけです。このようにコロナによって私たちの暮らしは大きく変化しましたが、身近な変化としてはですね、在宅勤務が大きく増えたということで、私も授業を自宅からオンラインで配信するということになったわけです。このように職住が一体化してしまったわけですが、そもそも日本で出勤はどのように発達して暮らしを変えていったのでしょうか。これは江戸時代の食と住についてちょっと見たものですが、武士はですね、主にお城で仕事をするために通勤するという形態がかなり多かったわけです。で、それに対して農民や職人、商人はですね、職住一体で家族以外の奉公人もその主家のうちに住み込みで働くことが多かったわけです。そして職人や商人はですね、長い奉公の末、まあ、独立させてもらえるのれん分けが行われたわけです。それじゃあ工業はどうだったのかというと、江戸時代の主要な工業であった織物はですね、農家副業で行われていましたので職住一体でありましたし、お酒やお醤油の醸造についてはですね、これは大きな酒蔵、醤油蔵に集まって作業をしていましたが、主に冬季の農閑期にですね、行われる季節性の大きいものに過ぎなかったわけです。で、これを商家の事例についてちょっと見てみますと、私、日本経営史を担当していて、よく授業などでも教えるんですが、三井家というですね、今の三越デパートの源流の越後屋呉服店を経営していたところですが、長い間幼少期からずっと雇われてですね、勤続を続けていくと給料が上昇していくというですね、年功賃金のようなものが取られていたわけです。そうすると長く勤めていると給料が上がって楽だなというふうに一見思われるのですが、じゃあどのぐらいの人が三井家に勤め続けられていたかと言いますと、こちら対数弱になっていますので、ほぼ一定の割合で奉公人の数が減少していっていることがわかります。要するに、これはですね、残った人は確かに高い給料がどんどん上がっていくということになるんですけれども、昇進できなかった人はですね、まあ、どんどん淘汰されているわけです。で、その淘汰というのは、自分から嫌になって逃げ出しちゃう人もたくさんいましたし、三井家の方からあなたはやめなさいというふうに退職させられる人もいましたし、あるいはお店の中で死亡してしまうということもあったわけです。このように非常に厳しい競争が行われていたということになります。これが明治期に入ってどのように変化したのかを見ますと、まず工場が出現することになります。これで蒸気機関が出現したことによって機械運転が集中作業所を促したわけです。このほかオフィスや銀行などがどんどんできて新しい職場が生まれましたが、こちらは通勤になります。また明治以降もですね、商家は存続していましたが、幼少期からの住み込みは減っていきます。それは教育の普及により幼少期からの住み込みがなくなっていったためであります。で、このようになりますと、
仕事だけをするオフィス街というものが形成されます。これは西洋式の建築が導入され、建物が大規模化したことによって促進されたわけで、まあ、一番有名なのは丸の内のオフィス街ですが、三菱が陸軍の施設跡を払い下げを受けてですね、近代的なオフィス街を広い道路を整備するなどして、長い時間をかけて、半世紀以上かけてですね、整備していったわけです。で、日本では関東大震災や空襲で既存建築が焼けてしまいましたが、その後都市計画が実施され、広い道路が引かれて、ビル化が促進されていったわけであります。で、このようにオフィスができますと、それに通う人ということで、郊外住宅が形成されます。大阪では20世紀初頭に東京に先んじて郊外住宅が形成されますが、これは大阪の工業化が東京より早かったためだと言われています。郊外の住宅地も都市計画によって道路や公園などが整備されて住宅地が形成されていきました。その時モデルになりましたのが、イギリスのガーデンシティのモデルでありまして、ハワードさんという人が提唱したものなんですが、ロンドンの環境の悪化に対して、郊外の環境のいいところに理想的な都市を作ろうと、こういう運動であったわけです。で、最初の田園都市として、レッチワースというところが選ばれました。ここでは、住宅と工業と田園風景の融合というものが目指されたわけです。私もレッチワースに行ったことがありますが、このように非常に小さな商社の駅で広い道路、広い歩道があって非常に良好な住宅街になっていますが、その近くにはですね、工場が建っていたり、あるいはこのような農場があるというように、工業と住居と田園風景が見事にマッチして今日まで残っていると、こういう状況になっているわけです。ところが日本の郊外住宅は工業と田園風景とを結びつけるということをせずにですね、都市への通勤を前提としています。そして電気鉄道会社がですね、この住宅地開発と通勤とを結びつけていったわけです。で、大阪の阪急電鉄がですね、この動きに先鞭をつけまして、郊外に宝塚歌劇などの娯楽施設を建設すると同時に、梅田の都心側のターミナルにはデパートを作ると、こういう非常に秀逸なアイデアを立てました。で、これを考えたのが社長の小林一三さんです。東京では現在の東急がですね、田園都市の開発で非常に有名になりました。戦後は多くの民営鉄道がほぼ同じ戦略を採用しています。このように住宅建設が始まり、通勤というのが100年以上かけて定着したわけですけれども、これが在宅勤務になったときに、オフィスの需要はどうなるのか、またオフィスに働く人を目指していた食堂やコンビニなどの需要は一体どうなっちゃうんだろうか、あるいは通勤客を運ぶことを目的とした民営鉄道の経営はどうなっちゃうんだろうか、あるいは三重鉄道の終点にできているターミナルのにぎわいはどうなるんだろうか、さらには通勤を前提にできている住宅はどうなるんだろうか、これが非常に大きな影響を社会全体に与えていくことになるかと思います。これを経済学部ではどのように学ぶことができるでしょうか。例えば住宅の形成の歴史などは近代日本経済史や日本経営史で学ぶことができるでしょう。私も日本経営史を教えています。あるいは現代西洋経済史を学ぶと西洋との比較の視座ができるでしょう。あるいは都市というのはどのような経済的なロジックで形成されるのかを都市経済で学ぶとより理解が深まるでしょう。そして三井家の雇用ですとか教育との関係については労働経済や雇用システムといった授業で学ぶことができます。そして小林一三の秀逸なアイデアについては、経営戦略を学ぶことで、さらに意味がよく理解できるでしょう。そして東京大学は総合大学ですから、
建築史や都市工学などを工学部で学べば、さらに視野が広がっていくと思われます。このように一つのことを掘り下げるには、広い知識と視野が必要で、そのベースにあるのが専門科目1です。私は日本経営史の専門ですので、これを歴史の観点で学びましたけれども、これは都市経済や労働経済では全く別の文脈で説明することになると思います。最後に、明日の経済学部のプログラムについて簡単にご説明いたします。明日の10時から模擬講義が行われます。城山智子先生によるグローバル経済史から考える。山口慎太郎先生によるデータ分析で社会を変えるという授業が予定されています。非常に面白い授業ですので、ぜひ皆さん、明日も経済学部の模擬講義に参加するようにお願いいたします。それでは私の学部紹介を終わりといたします。ありがとうございました。